3度だ。時は19世紀、迷信や伝説が生きていた古き良き時代。一攫千金を夢見る冒険者たちは伝説の秘宝を追い求めていた。どんな願いも叶えてくれる秘石、パワーストーンも。Yeah!
Representing Capcom, here's Mr. Okamoto. そしてカプコンのドリームキャストの新たなる幕開けですね。
get on down and get funky. Come on. I say I can't get with that. That's a funky ass track. フレンドリークラブのみんな、こんにちは。こんにちは。今からマテチャレのヒントやテクニックを紹介していきます。はい、じゃあ解説していきます。はい、よろしくお願いします。はい、まず右側、テトリスを決めてお邪魔ピースを送ります。はい、左側にはすごく嫌な形のお邪魔ピースいっぱい送られてきてますね。なんか見たことないのがたくさん来てますね。はい、今度は左側、これは連続消し狙いですか。そうですね、コンボを狙って連続で消して相手に大ダメージというところを狙ってますね。1、2、3、1、
1、2、3、こういう感じで。そうですね、もう相手のところにたくさんお邪魔ピース送られてますからね。はい、お邪魔ピースを繰り返すと、カウンターになります。はい、また送られてきたカウンターピースっていうのをまたこちらから送り返すことができますね。それを続けていくとどうなるんですか。左側今出てきましたけど、こんな風に大きなピースになります。赤とか白の大きなやつですね。そうですね。左側かなりピンチですよね。意識的に1ライン消しをしてマジカルゲージを増やさせようとしてますね。1ラインずつ消していけばいいんですね。そうですね、はい、でゲージが満タンになって鳴らしてくれると。そうですね、はい、でこれ条件的には1ライン消し以外に何かあるんですか。他には相手に攻撃されることによって溜めていくこともできるんですよ。相手の攻撃も溜まると。はい、今回新しく登場するのが5ライン消しのフェントリスと呼ばれるものですね。そうですね、通常の攻撃に比べてさらに嫌なピースを送ることができます。これ結構消すだけでも気持ちいいんですけど、嫌なピースを送ることもできるわけですね。そうですね、はい、条件的にはこの白の方とカウンターピースを使う場合があるんですかね。そうですね、応用を効かして今画面出ましたけども今みたいな、はい、高さを揃えてフェントリスということもできます。なるほど。左側ピンチですが、5×5 のカウンターピースってもうやばい感じしますよね。そうですね、でも1ラインずつ消していってマジカルゲージを発動させようという作戦ですかね。うまくかわしてますよね。そうですね、でさらに1ラインずつ消していくと、ね、一番上からピースが出てくるところがあるんですけど、そこに今置いてるピースが引っかかっちゃうとゲームオーバーになっちゃうんで、よく考えておきますね。なるほど。でこの右側、今フェントリス決めた後に1ラインずつ消していってゲージ発動で。そうですね、かなり左の方も送られてきてますけど、コンスタントに1ライン消しでカウンター返してますね。あー、カウンターたくさん来て、あ、勝負決まりましたね。そうですね、逆転ですね。今度は別のモード、アップダウンテトリスの方ですね。そうですね、このモードは2ライン以上消したラインに応じて相手のフィールドに下からせり上げることができるというモードなんですね。2ライン以上消すことが大事ですよね。そうですね、はい、アップダウンテトリスのなんかワンポイントアドバイスみたいなのってあるんですかね。そうですね、今画面でも見えますけど、せり上がってくるところには必ず縦に1ライン空いてますので、はい、そこをできるだけ埋めないようにチャンスに生かせるようにしていくことですかね。極力あそこ開けておく方がいいわけですね。そうですね、はい、この他にもエンドレスモードっていうモードがあるんですよね。そうですね、元祖のオリジナルのテトリスっていうのを一人で遊べるのと、あとマジカルテトリスをずっとゲームオーバーになるまでプレイするモードがついてます。マジカルテトリスの方なんかは対戦の練習になるんじゃないですか。そうですね、ずっともう果てしなくやれちゃうんで、それで一生懸命練習して2人で対戦とか友達とかと遊んでほしいですね。この冬おすすめの1本、64のマテチャレ、ぜひ楽しんでくださいね。アーケード版の方もよろしくお願いします。
トファイター3サードインパクトって作ってるんですか？ええ、もちろん作ってますよ。はい、ありがとうございます。来年の AO 優勝でしたっけ、はい、春の、はい、AO 優勝では発表ができるんじゃないかなと、はい、まあ、それに向けて一生懸命作ってます、